北京で最も美しい村が突然強制的に取り壊されました北京市郊外にある村で今月違法建築を理由に住民が当局から7日以内に退去するよう求められました一部の住民が抵抗し今月中旬からハンガーストライキをして居座ったため当局は強制的に住宅を取り壊しました。この村は 北京で最も美しい村と呼ばれ、10年以上前から多くの人が移り住み、北京オリンピックの際は観光地として宣伝されました。住民側は契約違反だとして法廷闘争も検討しています。